そばは、年越しそばや、引っ越しそばなどとして食される体は、めでたいに通じる縁起物とは、良いことがあるようにと、祝い祈るための品物。五国豊上、大量追福、商売繁盛、家内安全、無病息災、安寧長寿、夫婦円満、子孫繁栄、祖先崇拝や、招福祈願、厄よけ祈念や、晴れにまつわるものなど多岐にわたる。また、礼や、縁日や、 などの社事の賛同や境内や門前町鳥居前町において参詣者に重要販売する歴史的文化的背景のあるものを指す日本古来のものとして特殊な例としては祭りなどで選ばれた福尾や生ハゲなどの縁者力士など神のより代になった人も縁起物とされる自説による需要競争の目的で長寿や薬事効果を期待して食されたものとしてうなぎや 初月をなども縁起物といえる、仏教、密教、ヒンドゥー教などのインド文化を起源とするものやセックや二十四石器など、中華文明の風俗、習慣を起源に持つものも存在し、それらが日本古来の神道と混然一体となっているものもある。別名、剣語というが、これは、その種が薬として非常に高価で珍重されたため、種を送られたものは牛を引いてご礼をしたという。 古い中国の言われである、平安時代に日本にも伝わり、剣竜氏は百役の長として鎮徴された。その後江戸時代には、剣ごとの王政を願う植女になぞらえて、朝顔姫などと呼ぶことが一般的になり、花が咲いた朝顔は、彦星と織姫星が今年も出会えた印として、縁起の良いものとされた。お盆の起源は仏教に由来する裏盆会であるが、日本では、 古来の先祖崇拝や精霊崇拝の要素を取り込んで、現在のいわゆるお盆の形になった。宝月は漢字で宝月と書き、先祖の霊が迷わず帰ってこられるように導く、明かりの象徴として精霊棚に備えられる。祭り、工業、編集祭霊、編集1月、編集2月、編集3月、編集4月、編集5月、編集6月、 編集てるてる坊主7月、編集8月、編集9月、編集10月、編集11月、編集12月、編集歌、編集演奏、編集舞踊り、神楽、編集曲芸、大野神楽、編集飲み物、編集食べ物、編集青物、穀物、編集おせち料理の赤く染められたチョロギと黒豆に水産物、編集その他、 編集行為、編集気象、編集人、編集動物、編集植物、編集鉱物、奇跡、編集道具、編集、ありがとうございます。